何それ、いかついね。やる気満々。やる気満々。時は来た、それだけだ。時は来た、それだけだ。ってことで、義州懸垂への道。前に言った通り、懸垂がどこまで進化しているか、まあ見ていこうと、はい、いつもの感じです。いつも気になるんだけどさ、ちょっと顔近づけてここに。鼻のここに、なんだ、なんかあざみたいな。ああ、ここでしょ、うん、なんかね、疲れてくると出るの私。これはもしかして、これが発言すると強くなるやつでしょ。知らない、知らないの、うん、もう炭治郎ってあざなんですよ。ああ、ちょっとそれネタバレじゃん。いや、いいだろ別に。分かる人には分かるぐらいの。前回に引き続き同じジャンプスーツだね。はい。誰それにしたの？コーチがこれ着ろって言ったからです。これはほら、着物となっちゃう。でもジャンプスーツあったら俺それが一番好きだな。これ元祖ジャンプスーツだよ。実は今日から撮影ルームが少し変わったんですよ。プチリニューアル。そう、よく気づきましたね。気づきましたねって何それ。どうした？こちらです。こちら説明してください、コーチ。これ吸音材です。この部屋密室なんで結構音が反響するんですよ。で、それを少しでも和らげようとちょっと頑張って貼ったと。今編集してるそこのあなた、めっちゃ音良くなってると思いますよ。いかがですか？これ貼って2日目なんですけど、1日目壁から落ちすぎて夜中めっちゃうるさかったから、ほとんど落ちたから夜中の2時半にドンガチンガチンガそれがあれでしょ、たくさん落ちてるんでしょ。やばいから。前回の映画テレビ件数覚えてる？覚えてます。どんな感じ？少し落ちるスピードがゆっくりになった。ちょっと一応見ろ。これ前回？一応前々回です。前々回です。前々回でも前回一応チャレンジは、あ、足は使ってんだよね。ああ、そう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 、ジャンプするときにね、楽なようにっていうので。最初はね、めちゃくちゃ良かったんだけど、やっぱだんだん落ちてくんだよね。落ちるのが早くなってくる。今回目指すのは、ずっと緩やか。10回まで。いかがですか？はーい。今回これでやってもいいよ。どっちが？パラレル。そう、パラレルの方が一応、一番力が出るって言われてる。じゃあパラレル。もしかしたらもう、ジャンプしなくてもいけんじゃないですか。もうそれこそ自重で。え？もしかしたらいけたらどうするの？いけたらもう終わりでいいよ撮影。確かに自重牽制の道完ね。フィン100万再生。それは私はしたいけどみんながもう装着しまして、どうかな、昨日失神してっかな。出た。なんでどうした？常に1回失神が。この角度懐かしいな。これは今日大変なんでやってるのが。あ、ね、これしてんじゃないですか。じゃあとりあえず1回やってみます。いきます。はい。どうした、できてんじゃん。聞いて聞いて。え、足使った？使った。ジャンプしました。ジャンプしちゃダメ。今一瞬びっくりしたよ。足曲げて、いきます。これはおかわりなく。おかえり。ただいま。ジャンプすれば調子いいんだけど。おい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 、なんすかそれは。ゴムチュー。どこにゴム使ってんのって言われてるよ。ゴム。どこにゴム使ってんのって言われてますよ。ね、普通に関節をね、痛めないためのゴムですから。でも私、肘の関節が痛くなるんですよ。また言ってるマジこと。でもこの細いゴムがあるだけでも痛さが軽減するんで、そのためにつけてます。まあ他のゴムでもいいんだけどね。逆に荷重っていうかさ、サポートが増えると懸垂じゃなくなっちゃうみたいな。うん、自重じゃなくなっちゃうよね。うん、だから妥協で。これそう、目標覚えてます？ 5ぐらいまではゆっくり。なんか2分の1された。一発目どれぐらい耐えられるか。ちょっと待って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 、早い。じゃあどうすればいい？なしでいい？じゃあ、うん。ていうかあれだよ、ゴム必要なのワイドグリップだったわ。なんでこれがあるからいいか、いらないね。関節をね、痛めないためのゴムですか。あんなに力説してたゴム。
なしでもいい。よし、来た。やばい、これあれ夫婦の愛を確かめられるやつ。これ、大丈夫ね。ちょっと待って待って、片指にしないで。不安になる、不安に。首もね、しっかりカットだ。今ごめん、これいいと思ったんだ。面白いと思ったんだけど。来ましたね。説明求む。みんな大好き。モーチューブタイ。さっき説明したんだけどね、ちょっとネガティブでやってる時に私の全体重が肘にかかって肘がちょっと痛いので関節の痛みを軽減させるためにこんな細いゴムチューブを使ってます。さっきはパラレルグリップだったんで、まあ、肘痛くなかったんですよね。で今度はワイドグリップなんで、まあ、パラレルでこういうビヨーンとワイドだともこういうビヨーンなんでここの負荷が全然違うんですよ。逆パキしそうなの。で、いきます。しっかりジャンプしてくださいね。はい、そのまま。いいっすね。ちょっと早いかな。もうちょい耐えて聞いてね。あ、いいね、いいね。お、ケツだけ映ってるよ。お、お、お、ありがとう。はい、お願いします。はいはいはい。ブリブリーブリブリー。さすがにこれはしんどい。ブランブラン見えない。お、ゴーン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 。久しぶりの懸垂チャレンジやってきました。ちょっと、はい、どうぞ。久しぶりの懸垂チャレンジやってきました。結論、そんなに進化してない。引き続きネガティブ懸垂への道継続します。違う違う、待って。自主懸垂への道な。ネガティブ懸垂への道をもう終わってんじゃん。引き続き自主懸垂への道続きます。まあ要は引き続き続くのね。要はね。 To be continued。 バイバーイ。ノラフィットネスのご視聴ありがとうございます。面白かった方は高評価を、いまいちだった方は低評価でお知らせください。